小規模事業者持続化補助金、今年も最新情報は必ずチェックしておきましょう。こんにちは、税理士の宇賀敏子です。小規模事業者持続化補助金という補助金の名前、一度は聞いたことがありますよね。去年、おととしとチャレンジされた方も多いのではないでしょうか。コロナの影響で、今までもあったんですけれども、この補助金というものにさらに注目が集まるようになりました。令和元年の補正予算案、令和2年の補正予算案、そして令和3年の補正予算案という形で、徐々にこう、いろんな種類が増えてきているという印象があります。今日はこういったテーマでお話をしていきたいと思います。全部で5つです。1つ目、小規模事業者持続化補助金とはどんなものなのかということ。そして2つ目、令和3年はこんな感じでしたという実績採択率などをちょっと垣間見ていこうかなというふうに思います。そして3番目、令和4年はこんな風になるよ、種類がこれだけ分かれますというご紹介をしていきますので、ここちゃんと聞いていっていただければなというふうに思います。そして4つ目、今回の小規模事業者持続化補助金にも実はインボイス枠というものが加わるんですけれども、消費税のインボイスのことですが、この消費税のインボイスということに絡めて IT 導入補助金というものについてもちょっとここでご紹介をしておきます。そして最後5番目として、 IT 導入補助金についてもインボイス関係は狙い目かなというところをお話をしていきたいと思いますので、最後までぜひお聞きいただければと思います。では早速1つ目、小規模事業者持続化補助金、これって結構難しい捉え方されてる方多いと思います。というのも、補助金の概要というもの、説明、募集要項というもの、こんなに分厚いんですよ。で、これを全部読まなければ実は理解ができないわけなんですけれども、ここではざっくりどんな補助金なのかということを簡単な言葉で説明します。この補助金、中小の事業者が計画に基づいて新たな販路開拓を行う、あるいは今までも続けてきた販路開拓の取り組みに合わせて行うようなこと、これについて応援しましょうという補助金なんです。ですので、ここでのポイントというのは、困っている人に補助金あげますよではなくて、これから頑張りたいからその応援をしてほしいという人に補助金をあげますよという取り組みだということ。これはこの計画書などを作る上でとても大切なポイントになってくるので、この補助金がどういう意図で支給される補助金なのかということ、ここでしっかり再確認していただければと思います。この補助金について1年前にも私動画を2本ぐらい出してますので、こちらぜひご覧になってみていただいて、どんな補助金なのか、そしてどんな風に申請書を書くべきなのかといったところ、参考にしていただければと思います。では2つ目です。令和3年の小規模事業者持続化補助金、どんな感じだったのかというところをお伝えしていきたいと思います。実は令和3年に募集が行われていたものは2種類ありました。1つ目が一般型といって、令和元年の補正予算の中に含まれていた一般型が1つ目、そして令和2年の補正予算の中に含まれていた定感染リスク型ビジネス枠というもの、これが2つ目に挙げられてました。この2つが同時並行しているような感じで、あらかじめ決められた募集日までに計画を作成して提出をして、そして発表があって採択者というものが選ばれるというもの、それが年間で数回行われていくといったような形で、採択された方で実際に計画を実行して、いくらいくら使いましたのでいくら分を補助してくださいといったことが行われてきているといったような補助金なんですね。では実際には計画書を出した人の中でどれぐらいの人が採択をされてきたのか、その実績ちょっと見ていきたいと思います。まず一つ目ですね、令和元年の補正予算案の中にあった一般型について、昨年は6月に第5回目、10月に第6回目、2月に第7回目というのがありまして、5回目と6回目だけちょっと数字を拾ってきましたのでご紹介します。5回目がですね、12,738通の計画書が送られてきた中で、採択された方6,869通の計画書だったということで 53% なんです。そして第6回目、10月に発表になったものについては 9,914通の計画書が出された中で、採択されたのは6,846通だったということで、これは 69% 採択されてるんですね。ですので計画書を出せば半分以上
の人は採択されているという実態があります。どうでしょう、皆さんイメージよりも多いんじゃないでしょうか。ちなみに2つ目にご紹介する低感染リスク型ビジネス枠についてはついこの間ですね、一番最後の締め切りがもう終わってしまいましたけれども、一番最初5月は7827の計画書のうち3512の計画書が採用になった。これ 44% だったんです。それが7月になったら1205通のうち5361通、 52%。 そして9月に発表になった8000トンで56通のうち5022通、 62%。 そして11月、8243通のうち5780通ということで 70% の採択率だったんです。去年公表した動画の中で年度の初めの方が採択率が高めの傾向があるって話をしたんですけど、これ見てくると去年は違いましたね。徐々に採択率上がってきていたという現実がありました。ですので、令和4年もいつでもチャレンジしてみるっていう姿勢が大事なのかなというふうに思います。最初がダメなら次、次がダメなら次というふうに何度もチャレンジするということだってできるわけですので、もちろん一度採択されれば条件がついて他のものが応募できなかったりっていうことはあるんですけれども、採択されなかったとすればですね、再チャレンジ、再チャレンジということを繰り返していくということも可能になります。では大きな3つ目、これ今日のポイントですよね。令和4年はじゃあどうなるのっていう話です。実は令和3年の補正予算案の中で新たに4つ枠が追加されてるんです。これちょっと今日ご紹介していきたいと思います。実はこれ詳細についてはまだ発表になっていませんが、もう間もなくじゃないかというふうに言われていますので、ぜひ3月の末あたりチェックするポイントじゃないかと思いますので、あらかじめこういうものがあるっていうこと今知っておくことによって準備も早めに行うことができるはずです。ではご紹介していきましょう。まず4つどんなものがあるかというと、通常枠というもの、そして成長分配強化枠というもの、そして新陳代謝枠というもの、インボイス枠というものがあるんです。では最初から見ていきましょう。まず最初の通常枠です。通常枠というのは特にこういった場合というものが定められているわけではないものになりますので、去年も行われていた一般型がここにつながってくるのかなというふうに想像できます。で、これは一番最初に立ち返ってみましょう。小規模事業者持続化補助金の本来の目的、これが新たな販路開拓、そして今までやっていることに付け加える形での販路開拓、そのための支援ですので、通常枠だからといってもその方向性を誤らないように気をつけたいところですよね。ではこの通常枠、どれだけのお金がもらえるのかというところ、補助の上限額は50万円というふうになっています。補助率は3分の2です。この補助率ってどういう意味かなと言いますと、実際に数字に当てはめてみますと、例えばこの上限の50万円を受け取りたい場合、75万円の支出に対して3分の2の50万円を補助しましょうという考え方です。ですので通常枠はマックス75万円に対して50万円補助されるというふうにお考えいただければ分かりやすいかなというふうに思います。では2番目、成長分配強化枠というものがあります。これ何かと言いますと、その事業の内部でお支払いしているお給料ですね。そのお給料を基準に考えるというもの、もしくは事業規模の拡大というふうに言われています。この事業規模の拡大をどの辺で見るのかなというのはちょっと明らかにされていないんですけれども、そのお給料で見る場合というのは具体的に出ていまして、地域別最低賃金よりも30円引き上げるということが条件になっているんですね。ですので、今やってらっしゃる場所で地域別最低賃金というのが公表されていると思うんですけれども、その最低賃金よりも自分自身の事業でお支払いしている給料の最低賃金が30円以上多くなっているという実績を作っている、そういった事業者が対象だよというふうに言われています。で、この成長分配強化枠の補助の上限額が200万円というふうになっています。
で、補助率は2パターンに分かれてまして、事業が黒字なのか赤字なのかということによって補助率が変わってきます。事業が黒字の場合には3分の2、事業が赤字の場合には4分の3補助してくれるよというふうに言ってるんですね。ここも金額に当てはめていきますと、黒字の事業者の場合、上限の200万円を受け取るためには、300万円の支出で200万円を受け取ることができます。そして赤字の事業者であれば、266万円の支出で200万円の上限額を補助されるという考え方になりますよね。続いて3番目です。新陳代謝枠というところなんですけれども、何が新陳代謝なのかというと、経営者の入れ替わりといった意味での新陳代謝というふうに考えることができます。ですので、後継ぎ候補者の新たな取り組みに対して支援しましょうという考え方なんですね。これについては上限は200万円というふうになっていて、補助率は3分の2です。ですので、300万円の支出で200万円補助されるというのが上限ということになりますよね。はい、そしてお待ちかね4つ目、インボイス枠のお話をしていきたいと思います。このインボイス枠はどういうふうな取り組みなのか、まだ具体的には分かっていないんですけれども、今公表されている情報を一言で言うと、インボイス発行事業者への転換というふうに言われてるんです。ということは、現在は免税事業者である、その人が課税事業者になり、インボイス事業者になるというものも含まれるでしょうし、課税事業者であるけれども、インボイス制度に対応していくということについても、これだってインボイス発行事業者への転換ですよね。ですので、インボイスに関わってくるすべての事業者が対象になるのではないかと思います。で、このインボイス枠の補助上限額は100万円です。補助率は3分の2ですので、150万円の支出をした場合に100万円上限額を受け取れるということになります。で、このインボイス発行事業者への転換ということで、どんな取り組みが考えられるかなというふうに思うんですけれども、そもそも小規模事業者持続化補助金の本来の目的というのは、新たな販路開拓、攻めの姿勢に転じていくことに対しての補助ということになりますので、インボイスに転換することによって新たな販路開拓を目指すということ、こういったことに絡めているものが採択されるんじゃないかということが予想されるんですよ。ですので、インボイスに対応していく、例えば受発注のシステムを根本的に見直すことによって、それが事務の効率化につながる。だからこそ今の人手を他の販路開拓に回せるじゃないかとか、そういったことにつなげていけるのかなっていうのがちょっと今予想している部分ではあります。具体的な募集要項が出てきましたら、その辺はもうちょっとこうイメージしやすい形に解説できるようになるかもしれないので、その時もしこのテーマでお話しできる機会があったら、ぜひご紹介させてください。では大きなテーマの4つ目です。IT 導入補助金もありなんじゃないかというお話です。これ何かと言いますと、先ほどの最後にご紹介したインボイス枠というところに絡めるとですね、IT 導入補助金というまた別の補助金についてもインボイスについて補助するよということが発表になっているんです。ですので今回このインボイス絡みということで違う補助金ではあるんですけれども、IT 導入補助金の話もしていきます。で、この IT 導入補助金の中で補助対象になるものが何かと言いますと、IT ツール、パソコン、タブレット、レジ、会計ソフト、受発注システム、決済ソフトなどというふうに公表されているんです。ですので、こちらについては販路開拓云々ではなくて、インボイスに対応するために、現実的にこういったツールを手に入れなければインボイス対応できないじゃないかっていうような出費に補助してくれるという考え方があるわけですよね。ですので、こちらは実際にタブレットを購入した、レジを購入した、新しい会計ソフトを入れた、今まで使っていた受発注システムをインボイス対応に変えなければならない。こういったものだったり、システムの改修であったりといったことの支出に対応してくれるというふうに考えることができるので、より身近に補助金を受け取ることができるというふうに考えられます。で、こちらはいくら補助してくれるのか、上限はいくらなのかということを3つに分けるというふうに言われているので、今日はその3つご紹介していきますね。まず1つ目が IT ツール、2
つ目がパソコン、タブレットなど、そして3つ目がレジなどというふうに分かれていますので、どの辺が当てはまりそうかなというふうにイメージしながら聞いていただければと思います。まず1つ目の IT ツール。これについては、受発注システムとか、お金の決済システムといったものがイメージできるんですけれども、これについては2段階に分けて考えます。まず、出費が66万円までであれば、補助の上限が50万円。補助率4分の3というふうに言われています。そして2段階目が、出費が525万円までの場合は、補助の上限額が350万円、補助率が3分の2というふうに言われています。では2つ目、パソコンとかタブレットの場合ですけれども、こちらは補助の上限が10万円です。補助率は2分の1ということで、ちょっと旨味が薄れてしまいました。上限が10万円で2分の1ですので、物が20万円の場合に上限額の10万円を受け取れるということですよね。まあ、とはいえ、パソコン、タブレットというのは、今やもう15万ぐらいあればいいものを買えますので、現実的な数字なのかなというふうには思います。そして続いて3番目、レジなどというところ。こちらは補助の上限額は20万円。そして補助率は同じく2分の1というふうになってますので、40万円のレジを買った場合に20万円の上限額が補助されるといったイメージになります。はい、細かい話いろいろ見てきましたけれども、最後5番目です。まとめ的になりますけれども、今年はインボイス枠が狙いなんじゃないかなというふうに個人的には思います。小規模事業者持続化補助金についても、IT 導入補助金についても、インボイスに対応するというところについては、どんな業種の方でも赤字であっても黒字であっても、今課税事業者であっても免税事業者であったとしても、インボイスには対応していかなければならないわけですので、こういったところ幅広く視野を持ってですね、補助金受け取れるもの受け取っていきたいところですよね。補助金は受け取ることができれば返さなくてもいいというメリット、ものすごい高いものなんですけれども、補助金の計画書作成がめんどくさいとか、実際に補助金を申請する時の書類の揃え方がめちゃめちゃめんどくさいとか、いろんなデメリットも含まれています。総合的に考えてやるぞと決めたら、一番最初から細かい書類は全部保存しておくのがコツになりますので、ぜひ今年は効率よく補助金受け取ってみてはいかがでしょうか。今日ご紹介した新たな補助金については公な詳細発表が間もなく行われるはずですので、ぜひチェック入れてみてください。そして1年間の中で何度か締め切りがあります。去年のように早ければ早いほどいいよなんて私も煽ることはもうしません。去年の実績を見てみると、年度の初めの方ではなくても後の方でも採択率かなり高くなってますので、繁忙期ではない時期に合わせてですね、チャレンジしてみていただければと思います。今日も動画を最後までご覧いただきありがとうございます。また別の動画でお会いしましょう。税理士の宇波敏子でした。いかがだったでしょうか。このチャンネルでは、起業間もない方、経理の初心者の方に向けて、分かりやすく丁寧な言葉で税金や経理のお話をしています。この機会にぜひチャンネル登録、そしていいねボタン、コメント欄に記入もお願いいたします。私の公式 LINE では経理を楽にする方法や様々な補助金の情報なども配信しています。今ならお得な特典のプレゼントもあります。こちらの QR コードから30秒でお受け取りいただけますよ。それではまた別の動画でお会いしましょう。税理士の宇波敏子でした。